ここはバンコク BTS チットロム駅です。今回の動画はタイを出国し次の移住地を探す旅についての動画です。タイの新エリートビザって実際どうなのとの YouTube を先日アップロードしましたが、2023年10月からエリートビザが大幅値上げされました。最もコスパの良かったエリートスペリオリティエクステンションでは100万バーツ420万円で20年間滞在可能でしたが、新しいエリートビザにおいて最もコスパの良いプラチナムでは150万バーツ630万円で10年間滞在可能ということで、価格は 1.5 倍になったのに滞在期間は半分の10年間になってしまいました。こういった大幅値上げがあったものの、エリートビザには金持ちの中国人やロシア人からの強い需要が見込まれるそうです。私が心配しているのは、50歳から取得可能なタイのリタイアメントビザの要件も厳しくなるのではないかということです。現在は80万バーツ336万円をタイの銀行に預金しておけば取得可能なリタイアメントビザですが、この金額が引き上げられる可能性があるのではないかと心配しています。2023年8月にタイ警察の高官が、リタイアメントビザの要件は簡単すぎるといった旨の発言をしています。ニュース記事を読むと、パタヤなどには多くの不良外人がいる、こういった不良外人を締め出すためにリタイアメントビザの要件変更を提案すると警察高官は約束したとなっています。仮にリタイアメントビザの要件が厳しくなったとしても、すでにリタイアメントビザを持っている人は多分今までと同じ条件で更新ができるのだと思います。しかしながら、すでにリタイアメントビザ取得済みであったとしても安心はできません。なぜならば、リタイアメントビザは簡単に失効してしまうからです。例えばリエントリーパーミットを取り忘れてタイを出国すれば、リタイアメントビザは失効します。リタイアメントビザ更新の時に何らかの事情によりタイにいることができなければ、リタイアメントビザは失効します。例えば日本への一時帰国中に怪我や病気で入院しタイに戻ることができなければ、リタイアメントビザは失効します。仮にリタイアメントビザの要件が厳しくなったとしても、許容範囲内の変更であればリタイアメントビザが失効したとしても大きな問題ではありませんが、許容範囲を超える大幅な変更だとリタイアメントビザを再取得することが難しくなってしまいます。こういった最悪の事態を考えて、最悪事態発生時の対応策プラン B を考えておいた方が良いのかなと思う今日この頃です。タイには冬もなければ地震もない。タイ人は日本人同様穏やかな人が多く、治安も良いので間違いなく暮らしやすい国だと思います。アメリカでは治安の悪化により多くの店が閉店に追い込まれているとのニュースを見るたびに、タイはなんて良い国なんだろうと思います。こんな素晴らしいタイに住めなくなることを想定してプラン B を考えるのは辛いことですが、考えておいた方が安心できます。タイの次の国を考えるにあたって、タイでの苦労を列挙しています。日本語が通じない、大気汚染、交通事故発生率が世界トップレベルに高い。タイの次の国としては日本語が通じて
大気汚染がなく交通事故発生率が低い国が良いです。となるとそれは日本です。ただ私は冬の寒さには耐えられそうにありません。そうなると沖縄が良さそうです。台風や地震についてはこれから調べるとして、沖縄も候補の一つになりそうです。沖縄以外の候補地を考えるにあたって、やはり言葉は重要です。タイ語の発音は難しくて、日本人の扱いに慣れているバー女性に通じたとしても、そうでない人には通じなかったりします。そう考えると、日本語の次に来るのは中学から習い始めた英語です。私は英会話は苦手で、流暢に話すことはできませんが、ぽつりぽつりと英単語を言う程度のことはできると思います。冬のない東南アジアで英語が準公用語になっているのはシンガポール、フィリピン、マレーシアです。シンガポールは物価が高すぎるので除外して、フィリピンとマレーシアもとりあえずタイの次の国として候補に入れたいと思います。ということで、フィリピン、マレーシア、沖縄がタイに住めなくなった場合に検討すべき場所になります。まずはフィリピンに行って、フィリピンはタイの次の移住地になり得るのかを多少なりとも肌で感じたいと思っています。10年以上前になりますが、日本にあるフィリピンパブに頻繁に通っていたことがあって、3カ所の候補地、フィリピン、マレーシア、沖縄の中ではフィリピンが私にとって最も馴染みのある場所になります。フィリピンに行く準備としてお金の両替にやってきました。ここには緑のスーパーリッチとオレンジのスーパーリッチという2つの有名な両替商があります。とりあえず1万バーツ4万2000円をフィリピンペソに両替してみます。緑のスーパーリッチとオレンジのスーパーリッチの両替レートを比較したら同じレートだったので、空いているオレンジのスーパーリッチにて両替することにしました。ところがオレンジのスーパーリッチではフィリピンペソを切らしているとのことで、混んでる緑のスーパーリッチでの両替となりました。緑のスーパーリッチはすごい大混雑、なおかつフィリピンペソを他から取り寄せるのに時間がかかったりで、大げさではなく50分かかりました。特にリクエストはしなかったのに、20ペソや50ペソといった小さな紙幣も混ぜてくれたので助かりましたが、こんなに待たされるのなら素直にフィリピンの空港で両替した方が良かったのかもしれません。フィリピンペソをタイバーツに換える時のレートは 0.625。 逆にタイバーツをフィリピンペソにする時のレートは 0.635 バーツでした。今回1万バーツ4万2000円を両替しましたが、1万5740ペソと5バーツを受け取りました。久しぶりにセントラルワールドに入ったら、3階にジャパンアベニューがありました。サーモン丼が 50% 引きの160バーツ672円で、安いと思ったら子供用のお茶碗によるサーモン丼でした。ままごとじゃあるまいし、いくらなんでもひどすぎます。同じ量だとしてもせめてもうちょっと大きな茶碗にしてほしかったです。今後の動画については、旅行準備でバタバタして
不定期になってしまうかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。